皆さんおはようございます。おはようございます。斉良平です。店長です。はい、はい、今日は10月1日はい、土曜日ですね。いやーおかえりなさいです、ね、ただいまです、はい、お久しぶりです。無事に帰ってこれてよかったです。はい、本当に無事に帰ってこれてよかった。いや、噂に聞くと飛行機が、ね、まあね、初めてのプロペラ機にも乗りまして、はい、その上で、なんだろう、あの帰りがね、整備不良で延滞になって、飛行機がですか。そう、1時間以上待って、はい、飛行機の前まで行ったわけよ、はい、で、なんかちょっとまだみたいな感じになって、あ、そんなことあるんと思って戻されて、また空港に、はい、バスで連れて行かれて、はい、でそこから整備不良かなんかがあったかなんかで待ちますと。で行ったらみんなちょっとざわついたのが、またその飛行機に乗って帰るっていうパターンやったけど、ちょっとざわついたよね。大丈夫なみたいな感じで。ざわつきますね、それは、うん、少し揺れてもさ、みんなが言うわけよ、これ、大丈夫みたいなっていう新しい恐怖を体験しましたが、まあそれを通してみても、溢れるね、だけのそれに対してお釣りが返ってくるぐらいのものがありましたけど、昨日の動画で上げてた中で、10月の15日にある、池袋の講演会で、10月9日に長崎ありますっていう、これテンツクマンとコラボですね。コラボというか、僕が前座で喋って、その後にテンニーが喋るので、その件に関して、あとは桜庭先生のやつも、はい、11月4日の夕方、からある桜庭先生のやつも、申し込み方もありますが、ちょっとフライングがありまして、はい、すいません、北海道のやつをね出してたんですけども、これまだ、受付開始されてません。で、申し込みフォームが、まだ受付、申し込みはもうちょっと先になります。なので、もうしばしお待ちください。11月にね、一応ある予定なんですが、概要欄に貼っつけてあったんですが、これまだ修正が必要だっていうこともあったので、先延ばしですっていうことで、もうしばしお待ちください。で、長野も継続して貼ってあるよね。はい。はい。これも10月22日、長野がまたありますので、なのでね、はい、ありますので、そんな感じでちょっとお話ししていこうと思うんですが、今日は、はい。はい。前々からちょいちょいね、コメント欄に入ってたんですけども、まあ、このボードが何かというと、まあこれ運勢のグラフです。映ってるかな？はい。運勢のグラフですね。の中で、必ず人の運勢が停滞するタイミングがやってくると。はい。まあこれを大殺界とか天中殺とかっていろんな表現をするんですけども、まあ天中殺で数えたら2年しかないんだけど、まあ、その前後を取った上で3年間って見る人もいますっていう中で、まあ僕はこの3年間の運勢のことを、まあ冬の運勢と言います。冬で、何度も言いますけども、これ運勢が悪くなったり良くなったりっていうものではなくて、運勢は上がったり下がったりを繰り返していくだけ。いいか悪いかを決めてるのはその人の心っていうことで、僕がね今ちょうどねここです。ここ天中殺、はい、そして天長も同じです。天中殺、はい、っていうことで、この年天中殺に入ってる人たちのことをトラウの天中殺って言います。トラウの天中殺ね、はい。で、まあ、いろんな表現をする人が出てきて、トラウの天中殺っていう表現が一番古いのかな。他で言ったら、木星人の人、プラスマイナスの人だったりとか、あとは、ゲッターズさんとかで言うと、カメレオンって呼んでると思います。聞いたことある。金のカメレオン、はい、銀のカメレオンって呼んでると思うんですが、まあ、これ、つまり、12年周期で見た場合、どっかの2年間必ず停滞しますよってことで、ここがトラウに入る人たちのことを言ってるんですね。トラ年、ウサギ年の人ってことで、僕が今ここ。で、店長が今多分この辺じゃなかったかな。そうですね。はい。っていうところで、ちょっと若干のズレはあっても、トラ年とウサギ年で僕の運勢は停滞しますっていうことなんですが、まあ、この時期の過ごし方についてっていうところで、そんなに難しく考える必要はなくて、一応一般論で言うと、天中殺っていう時期に、まあ、結婚するなとか、家建てるなとか、転職するなとか、起業するなとかっていろいろ言われますけども、まあ、できる限り、新しいスタートを切ることは避けてくださいと。で、そこに対して、おひれはひれがつきまくってきて、もう誰と出会ってもいい出会いにならないとか、他にも、何を始めるのもダメとか言いますけども、全然大丈夫です。大丈夫ですって言い方をするとあれなんですけども、来ること、まず一つ知っててほしいことは、運勢の停滞する、運勢が下がるときっていうのを前もって知って準備しておく。誰かが言うんですよね。先生、とても天中殺に見えないぐらい今あっちこっち行って、忙しそうにされてるじゃないですかっていうところで言われると、うん、前もって来ることを知ってたので、ここで決断したんです、もう全部。
この3年間やりきろうと思うことをここまでで決断しておこうっていう一つはね。で、天中札とか大作会っていうもの自体はもう携帯で調べたらすぐ出てきます。で、私の天中札大作会はいつ来るのかなっていうのを自分でチェックしておいた上で、ここに下がり始めるこのタイミング、ここの上にもね3年間あるので、この3年間で私が次回までにやるべきこと3年かけてしっかりやっていこうということで、僕自身は講演家としてやっていきたい、その上で、ベストセラーも出したいということで、本そして講演に集中していくっていうふうに決めていくっていうことで、この3年間を迎えてるわけですよね。で、ここからそれを始めたら悪いのかって言ったら、一概に悪いとは言えないんだけども、そこまでに一回決めておくってこと、一つはね。3年間に入って決めるんじゃなくて、うん、できることならね、もちろんここで決めてっていうところでは、新しい資格の勉強を始めるとか、こういう方向でやっていきたいっても別に問題ない、全然問題ないです。で、誰と出会ってもダメとかっていう言い方はまずないので、むしろね、この天中札って言ってるタイミングですっごい重要な出会いの人が出てくることも多い、俺の経験上ね。今までこの40数年間生きてきたら、天中札過去に何回も経験してるから、はい、あれ今出会った人っていつ出会ったっけっていうことを辿ってったら、天中札に出会った人めっちゃいる。一人例で言っていくと、僕が本を出すきっかけになって、録音して釣り仲間の社長さんがいて、その人が講演会録音して出版社に送って会うようになったとか、講演のきっかけを作ってくれるようになったとかっていう、その社長さんとの出会いはここ。だからそういうキーマンが出てくるっていう。で、なんでキーマンが出てくるのかってところに関しては、これね、簡単に言うと、この3年間っていうのは自分らしくない生き方をする人が出てくるっていう、まあなんて言ったらいいの、逆転するというか、簡単に言うと、明るい人が、いつも明るい人がちょっと暗めになったりとか、はい、普段積極的に動かなかった人がいきなりこの時期になって積極的に動き出すとかっていうところで、逆転現象が起きるっていう。で、自分らしさを失ってしまうとか、はい、で、自分らしさを失っていく中で人の流れとか人が変わってたりする、付き合っていく人たちがとか、人が去っていったりする。いや、なんかあいついつも通りじゃないよねとか、なんでそんなおかしいんだろうとかっていう風になるがちになって去っていくことで、まあ孤独を感じてクソって思ったりとかっていうところがあったりするんだけども、その分去らない人がいるとか、はい、新しくそういう状況の中でも手を差し伸べてくれる人たちっていうところで、そういう人たちに救ってもらったりとかっていうことで重要なターニングポイントになるっていうパターンもあるし、で、僕たち、まあ、実は店長と僕はトラウの天中札って星の下で生まれてきてるんですけども、はい、俺もトラウの天中札の人たちっていうのは、この、まあ、よく言う停滞期の3年間っていうものに対して、基本何も変わらない。というと、本当に変わらないですか？もともとの性格自体が用心深くて、その上で裏表があんまりない。だから、裏表がなかったら変わらんやん、なんも。そうですね。うん、はい。その上で用心深く謙虚心、謙虚なところがあるからってところで、いつも通りやっていきさえすれば特別何の問題もないよっていうところ。なるほど。一つはね、はい、で、ここの時期、そうね、この時期を一つもう少し知っててほしいって思うことは、まずはたくさんの人に感謝してもらう。自分の行動を通した上で無償の奉仕、いわば陰徳っていう、見えてないところでも見えてるところでもいい、感謝するんではなくて感謝されることを、そう、感謝、誰かに感謝してもらおうって思うことに対して集中していくとめちゃくちゃ流れが良くなる。ここ抜けた後から、この期間でもそうやけどね、それは今までの経験の中で身をもって何度も体験していることなので、だからこの時期に陰徳を積みなさいと、その上でこの時期に人のために感謝されるようなことをしなさいと。でもね、今回やっぱりいろんな場所に巡っていったことで、やっぱり自分が思ったことっていうのは、感謝されることをしようと思う。ね。したら、はい、その人から感謝が返ってくるんよ。はい。そうしたらね、自分もそれにまた感謝する。あ、感謝されることに感謝する。うん。だから、循環なんよね、これって。だから、そうすることによってっていうこともそうだし、まあこれ、話し出したら結構ね、いっぱい出てくるんだけど、まずこの時期のポイントが悪くなるかどうかではなくて、その上でこの時期っていうのは運勢が下がる、で、前もって下がることをちゃんと自分が理解した上で準備するね。その上でこの時期っていうもの自体が一体どんな時期なのかっていうことは
新しく人と出会うなとか、何でもいいから何もしちゃいけないとか、転職するなっていう人もいるけど、違う、永久就職しようっていうよりかは、この3年間自分が勉強するためにいろんな体験しようと思って転職するなんて全然俺はいいと思う。で、この時期からまた何かを始めていこうっていうのも全然ありだし、物の見方で全然この流れは変わってくるんですよね。だから来ることをしっかり知っておく。話し出したらキリがないぐらいあるんだけど、池袋これ話そうかな。天中札の明確な過ごし方。で、例えば家建てるなとか、はい、起業するなとか、あとは結婚するなとかってあるんだけど、ぶっちゃけ今までの期間の中で結構経験してきた人たちは、この時期に結婚しても末永くうまくいってる夫婦もいるし、家建てても何にもなかったって人もいるし、起業してめっちゃ大きい会社になったって人もいるんですよ、これ。それは結局準備の問題。これも俺もいっぱい調べた。いや、結構途中はね、いや、やっぱこの時期始めたらよくねえんだなっていう確信に至ってたはずのものが、どんどん崩れていく。え、天中札でやってるのにめっちゃこの人うまくいってるなとか。はい。この時期に結婚してても全然。だからね、ここにはね、抜け道いっぱいあるんですよ、実は。抜け道があるんです、これ。抜け道。そう。なぜこういう運勢の影響を、こう、まあ、一応ダメだよっていう時期。まあ、マニュアルやけどね、一つは言ってしまったら。まあ、一応大まかに見ていくと確かに当たってるなって思う中でも、はい、すり抜けてる人がいっぱいいる。そのすり抜けてる人たちは別にその意図してそれをやってるわけじゃないってことですね。そう。この人たちは一体何をやってるからすり抜けられたのかっていうことを池袋で話そうか。池袋話す内容決まってないもんな。もし俺が忘れてたら突っ込んでください。話すとね、長いんやけど、重要なことはその中の一つとしては、やっぱり先祖供養なんですよ。もう先祖供養別格っていうところで、もうお墓がないといけないとかじゃないんです。いい。何でも言ってることは何かって言ったら、ちゃんと手を合わせる習慣があるっていうのが一つなんだけど、まあ、紐を解いていくとすごく奥が深いところだったりするんですが、まあ、抜け道もあるし、天中札っていうもの自体が、まあ、陰徳を積むタイミングだよってことを知った上で、そこに入る前までにある程度決断しておく。で、今入ってるんであるならばってことで、まあ、トラウの人たちはね、あんまりこの影響をね、受けない。もともと用心深くて謙虚。その上で裏表があまりないってことから、逆転しない、するものがない。なんかあれですね、するものありのままで生きていくだけで、わかります、はい、いつも通りやればいいよっていう風にしなることが多かったりするっていうのが、まあ、ちょっとトラウの要素だったりするので、まあ、そういったところから、まあ、天中札はどんな期間ですかっていう中で、うん。まあ、ここに関してはもう一回明日ちょっとね、触れるわ。あ、わかりました。ちょっともう一度明日触れた上で、はい、まあ、その陰徳感謝されるって何なのかってことに関してもう少し詳しく話していく内容にしようと思うので、まあ、よくね、質問で天中札とか大殺界とかっていう時期はどう過ごしたらいいですかってことがあるので、まずは頭のね、ここにしっかり置いてほしいことは、人に感謝されるぞって思うことをしっかりと知っておくことが重要ですっていうふうにして覚えておいてくださいってことですかね。はい。はい、そんな感じで。うん。はい。はい、いいも悪いもね、決めてるのは、運のいいも悪いを決めてるのは全部その人の心です、頭です。その心が決めてますよってことで、運勢に対していいと悪いがあるんじゃなくて、上がったり下がったりを繰り返していくエネルギーのね、バイタルが存在するってことだけ一応覚えておいてくださいっていうことです。はい、よろしいですか。よろしいですけど、そのいいですか、最後に、その胸元についてるやつ相当気になってたんですよ。あ、これ、はい、気づいちゃった。気づきました。はい、うちのね、教え子の中の一人が、あのイラストトレーターさんを目指してて、その中の一つで、はい、その人のキャラで作ってくれる。で、その人のキャラってのはね、誰をイメージしてもメガネをね、これ映ってる、こんな映った、あ、はい、OK です。映ってる、はい、いいやろ、俺のガッツポーズのやつをこれつけれると服に、次からこれつけていこうと思って。なるほど、かわいいやろ。いや、なんか面白いですね。そんな感じです。そう、はい、やっぱこれちょっとつけていこうと思って、もうそれで、うん、お、あの作ったの送ってくれた。そういうなんかバッチね、はい、いいやろ。ジンのはないよ。今度お願いしてみようか。はい、ね、はい、そんなていうか出てこんけは作れんのよ。そうですね、そうですね、まずそうですね。そうやね、はい、いつか出てくるようにしてやっていきましょう。はい、そんな感じです。ちょっと長くなりましたけど、今日はそんな感じです。明日もちょっとだけ天中札のことにまた触れようと思いますけども、今日はここで終わろうと思います。はい、10月1日新しい月の始まりなので、始まり肝心です。なので気合入れてね、今日は笑顔で過ごすことだけしっかり覚えた上でいい10月を迎えていきましょうってことです。はい、よろしいですか。はい、久しぶりにパワー出して2人でガッツポーズいきますぜ。はい、いきます、せーの、おっしゃ！ということで今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。